美レ島駅は台湾高尾市新港区にある高尾都市運航線と立花線の駅。中山一路と中西三祖寺交差点の下に位置し、駅番号は大後 R10。高尾都市運の初期開業路線で唯一の乗り換え駅である。美レ島駅という名称は1979年12月10日に台湾を新幹させた。 民主化運動の美麗島事件から名付けられている。本駅のパブリックアートは、マエストロ・ナルキッソス・コグリアータによる祈りを表現した、三行隆市長と題した、ステンドグラス作品である。地上の出口は、高松真が設計した。社内の日本語放送では、当駅をビレー島と音読みで発音しているが、駅構内の放送では、美麗島と訓読みで発音しており、 読み方の揺れが存在している。元の計画では、大港方駅の予定であったが、後にビレー島大道の計画に合わせて解明された。英語での駅名は、ビレー島大道である。地下3階で、島式ホーム1面2線相対式ホーム2面2線の接続、乗り換え駅であり、各ホームは、ホームドアがあり、11カ所の出口を持つ。高線と立花線の交差は、 大老リー下の円形地下建築で作られている。直径140メートルの駅構造は、世界で2番目に大きな地下円形駅である。立花線部分は幅39メートル、長さ240メートル、深さ27メートルである。高尾市の中心部で道路の要衝であるため、思考難易度が高く、立花線のコンコースが道路の中央に来るので短式ホーム2面として個別に、 改札口を設けた。それゆえに、立花線のホーム間の連絡は、高線のホーム経由で行く必要がある。駅構内の配置が複雑なので、改札口を出て15分以内なら、追加で費用を払うことなく再度改札口を通って、中に入れる。出口1、2、3、4は、大ロータリーで、高線ホーム南端。出口5、6、7、8は、立花線ホーム東端。 出口9、10、11は高専ホーム北端にあり、出口1、3にはバリアフリーのエレベーターがある。ありがとうございます。